2ラウンド終わってイーブンパーになってます。これから強行撮影ですが、今日2ラウンド目アーノパーマーいきます。またこの2ラウンド目も頑張ってください。はい、ありがとうございます。8番パー4、ここは右側に見えない池があります。4U で絶対入らないクラブでコンサバティブに打ちます。ナイスショー、フェアウェイど真ん中、池にも絶対入らない超ナイスショットでした。残り145ヤード、8番アイアン、ちょっとフォローです。ちょっと右に出ましたが、乗ってはいますが3パットしなければいいような位置に乗ってしまいました。そうです。少々右に打ちすぎましたが、幸い2段グリーンの上の段に乗っているので高低差はあまりありません。約8メートルのバーディーパットになります。ここはなんとか2パットでパーをセーブしたい場面です。約1メートル残ってしまいました。慎重に決めることができるか。若干下りのパットです。ナイスパー、ナイスセーブ。9番ホールにやってきました。前半のハンディキャップホール、430ヤード2打目は池絡みの難しいホールです。ちょっと左に曲げてしまいましたが、バンカーの左でしょうか。珍しく今日初のミスショットです。9番ホール左に曲げてしまい、残り170ヤード池越え、なおかつ前にパームツリーがあり、非常に難しいトラブルショットになってしまいました。5番、はい、フェードまっすぐ。さあ5番アイアンでピンチ乗り切れるか。おお、ちょっとフェードかかれ、左乗ってるよね。左ラフですね。あ、手前、ちょっと手前、はい、あ、ちょっとショートだったね。ショート、はい。まあそんなに難しいアプローチじゃないと思います。こんな落ちてきちゃった。アンラッキーなことに中段にあったボールが一番下まで転がって落ちてしまいました。トラブルショットになります。ピンまでは約15ヤードでグリーンもかなり使えるので難しいアプローチではないんですが、アドレスが取れません。さあどのようにしのぐか。お、池落ちないようにね。約1メートルに寄りました。最初のバウンドがちょっとアンラッキーなところに当たってしまい、左に跳ねてしまいましたが、ナイスアプローチショットでした。さあ谷田由里香選手、これをねじ込んでパーセーブなるか。今日初めてのピンチらしいピンチです。難しい後半に備えてねじ込みたいところ。
おお、危ねえ。ナイスパー。ありがとうございます。ねじ込んだね。ねじ込んだって感じだね、今の。さあ、10番ホール。罠が多い。後半バックナインにやってまいりました。正面のバンカーに向かって250ヤードがナイスショットです。うん、これはちょっとまずい。これはちょっと池のような感じがしてます。で、残念ながらこの池に入ってしまいました。第3打目となります。175ヤード5ユー。うん、ドローかかってナイス。距離だけ、あとは、あー、風ちょっとアゲインストを読み切れなかったか。20ヤードほどショートです。10番ホールピンチが続いております。約20ヤードの距離が残っていますが、グリーンもピンまでの距離があり、使えるためにさほど難易度の高い感じではありません。ここは確実にボギーを死守したいところです。ちょっと弱いか。約1メートル50センチの上りのスライスパッドが残っております。さあ、ここをねじ込んでボギーで上がることができるか。曲がらない。このホールダボとしてしまいました。11番パー3にやってまいりました。ちょっと風が吹いてきて難易度が上がっています。155ヤード6番アイアン。おお、フェードがかかって筋ってます。ナイスオン。よいしょ、素晴らしい。4、5メートルについてます。さあ、谷田幸也選手、バウンスバックなるか。約3メートルのパットが残っています。ぜひここは先ほどのダボを一打取り戻したいところです。お、打ち切れなかった。でもナイスパーでした。イーブンパーを続けております。さあ、アーノルドパーマー後半というか、アーノルドパーマーコース最難関12番にやってまいりました。狙い目は正面3本のパウンスリーです。これは言われた通りのところにナイスショットです。綺麗にフェアウェイを捉えました。ナイスショット。12番パー4、難関パー4、罠いっぱいあるパー4、フェアウェイど真ん中ですが、ピンがえげつないところに切ってあるので右の木が邪魔になります。グリーン中央狙いでしょうか。なおかつ風が非常に上げてきてます。かなり強いアゲインストになってます。5ユー、かなり上げてます。
まっすぐ飛んでグリーン左のラフに落ち着きましたが、まあまあのショットだと思います。タイガー選手、難関12番ホールナイスショットで2段グリーンの高い同じティア2のラフにいます。さあしのげるか。これはナイスタッチでした。素晴らしいナイスパーです。難関12番、思い通りの試合運びでパーを取りました。ナイスパー、ありがとうございます。13番ホールです。このホールは全体的にフォローになっていますので、距離的にはあまりないのですが、セカンドが非常に難しくなっております。ドライバーのターゲットは右バンカーの左20ヤードぐらいがベストポジです。おお、ナイスショー、素晴らしい。おお、飛んでる飛んでる、素晴らしい。水に囲まれた、なんとティーショット300ヤード飛んでます。残り80ヤードですが、水に囲まれた難しいセカンドショットです。マックス70ヤード。さあちょっと右から70ヤードでピンに寄っています。ナイス、難関13番、ナイスショットでバーディーチャンスです。さあ谷田ゆりか選手、難関13番のセカンドショットをきれいにバーディーチャンスにつけました。池に向かう下りの速いパットになります。ラインを読み切ることができるか。ラインには乗っていたがちょっと打ち切れませんでした。残念パーでした。ナイスパー。